もう飛んでくねえ何も指示しなくてもいやー楽しそうな家だな海賊船とロケットに挟まれて外から丸見えって何だ宇宙海賊リバティがバックミラーを見ていると何やら怪しげな物体が素早く接近してきましたあああれは宇宙海賊です,すげえピンチじゃん今出てったばっかだぜ チアンいリーナ宇宙リバティの船をハイジャックしに来たのです。シモーリオンの詰まったスーツケースを渡せば解放してくれるそうです。さもなければ。攻撃だやるしかねえよ。リバティ体鍛えてるし。平気平気。で、どうなんだろう。結果はいつわかんだろう。いや、この振動パンクもね、だいぶ成長してきまして、少し時間進めたんですけど、 なんだなんだなんだ <laughs>。リバティが暴れている。うわっ、急な展開、うわっ,ってなんだ、ふざけんなよ。急な展開でしたが、リバティの速攻によって海賊たちは今日疲れました。彼らは泣きわめて許しを請い始めました。リバティにスペアのワイヤーと小銭をやるから見逃してくれと懇願しています。吹っ飛ばせやっぱ体鍛えてるだけのことはあるな。要は振動パンクはね、年を取るまでの日数1。 一日まで来たんです。もうちょいちょい来るな、リバティ速報が。<laughs> この速報。海賊の戦に品。宇宙海賊たちにとって予想だにしない運命の逆転が起こりました。リバティが慎重にスペ,ース,スペーザービームを使って積み荷を開いてみると、またしても貴重なガラクタらしきものが大量に入っていました。リバティは素早くモテるだけのガラクタを集めると、家へと飛び立ちました。飛び立ちました。ああ、海賊から金品奪って帰ってくるってこと <laughs> どっちが族かわかんねえななんかいろいろ見つけてんな生きている宇宙山嵐とかお前どっからそのおもちゃ取り出したいやもうリバティ速報のせいで邪魔されたけどそのあ戻ってきたなもうリバティがリバティうっとしいなもうおかえり海賊海賊やっつけたんだってであーすげえ 鬼瓦の印税もすごいな。鬼瓦のもういつの間にか作家としてね、たくさん出版しててね。印税が散々入ってくるんですよ。鬼瓦物語、鬼瓦が昼寝をしない、鬼瓦のガーニバル、鬼瓦と一遍のアンサンブル <laughs>、などね。<laughs> 一番下の卑猥な鬼瓦、いいな <laughs>。いや、ちょっともう話進まないよ。時間止めるよ、もう。 要するにこうこ、幼児から子供に、ね、進化。進化って <laughs>。ポケモンみたいだけど、進化するときはさ、成長するときは誕生日パーティーをやってあげれなかったので、今回はパーティーしてあげようっていうお話ですよ。で、今ちょうど土曜日で、まあ普通に趣味で宇宙行ったやつとかいるけど、みんな仕事休みのはずなんだよね。学校も休みだし、パンクの。 そうリバティと鬼瓦の仕事も休みまたこうパンクもしっかり育ててさスキルもさまあいろいろマックスにしたりしたわけですよ創造性社交精神っていう子供専用スキル子供専用のスキルを10にすると大人と同じスキルを磨けるようになるみたいなんだよね大人になる前に先駆けてだからバイオリンが5になってたりするんだけど だからもうかなりもういいスタートを切ってるよね誰か来たなかっ手にアレクサンダーだろお前勝手に来るんじゃねえよアポ取れやじゃパーティーやんだよ俺らお前も呼んでやるからよしじちょっと鬼瓦頼むわ犯罪者の人脈で頼むわ人呼んでくれいっぱい誕生日パーティー ってのがあるね、これ、これまだやったことないんだよな。誕生日パーティーは一年に一度やってくる。逃せないイベントです。ケーキプレゼント、それから笑顔を持ち寄りましょう。ああ、いい言い回し。ハッピーバースデー。新しいベッドルームのオブジェクトを含むゴールドレベルの報酬です。あー報酬もあんのね。ちゃんとゴールドレベル取れば。よし。誕生日パーティーをやる。誕生日のシムは、誕生日のシムを俺が選ぶっておかしくない <laughs> 俺、<laughs> 俺のなんかあれで決まんの 誰が誕生日かって。いや、ま、パンクだけど。で、ゲスト2人必要。最低2人必要ってことね。まあ、この場合、リバティも鬼ヶ原もゲストっていう扱いになるのかな。で、アレクサンダー、じゃあ呼んでやるか。で、大輔当然呼ぶでしょ。しかし、老けたな、この人も。で、この間あったモヒカンの人。パンケーキの奥さん。パンケーキ、パンケーキ本人はなんかいないな。 死んだのかな <laughs> 死んだのかなが、もうあな,あながち冗談じゃないからね。なんか呼べる人も減ったな。なんかこの辺根こそぎ呼んでいいんじゃないの楽しいパーティーにしようぜ。で、サービス係とかバーテンダーとかこの辺も全部雇って。はい。次よ。で、場所は当然うちさ。住居、鬼瓦さ。<laughs> もう屋根の尖り方も不自然だったけど。 また妙なオブジェクトが追加されてんな。こう見ても。ね、我が家でパーティーしましょう。よし。おっ。この場ですっと着替えたな。パーティーの予感を感じて、<laughs> こいつ <laughs>。さて、えっ、ー、と <laughs>、そうだった。パーティー用の服すげえ出せんだった、リバティー。なんか変えてあげればよかったね。事前に。あ、でも、そういえばパンクはどうなってんだ子供。 一応みんなパーティー用のさああ。あちゃんとなんか、うん。綺麗な格好になってんね。いつものダークトップとジャージみたいなんじゃなくて。鬼瓦はいつものスタイル。これが落ち着くわ。さて、メイン目標、ろうそくを吹き消すだって。あ、そもそもケーキ必要じゃん。ちょっと鬼瓦、料理うまいんだからケーキ作ってもらおう。しまったな。事前に作っとけばよかったな、これは。二段重ねのケーキ。こいつだこれ作ってもらおう。 よし。料理うまいからね。で、ちょっと主役、主役はちょっといろんな人と話しかけよう。おー、入ってきた、入ってきた。なんでお前は入んねんだよ。今入るチャンスあっただろ。話しかけてあげよう。あ、来たし。めんどくせえなー。ちょっといろんな人と話そう。<laughs> パーティーなのになんかもう <laughs>。 バラバラに行動すんな相変わらずこいつだ。あ、でもいいじゃんいいじゃん、みんなで話してんじゃん。ゲストで。ただ、我が物顔でパソコンに。うわ、うぜえなこいつ。こいつゲームしてんな。腹立つわ、まして。人んちくるとすぐパソコン触るようなこいつ。アレクサンダー。で、あれあ、びっくりした。なんかバーテンやってんのかと思った。いや、バーテンやってるよなこれ。一応ゲストなんだけどね。 ドリンク作れるんだこの人。へーであ自分で飲むようなドリンクを自分で作ったのね。はあ、<laughs> なんかあ、まあ、胸板は相変わらず熱いままか。さすがに年取ってしぼんだかなって思ったけど。でもなんか昔もっと胸板熱くなかった、この人。大介<助> <laughs>、ね。かつての鬼瓦の愛人 <laughs>。あ、本当のバーテン来た来た。 すげえ。誰も見てねえのに無駄な動き。背後から見られてるだけだ <laughs>。近い近い近い <laughs>。よく見ると地形邪魔だよ。今ドリンク作ってんだから。邪魔すんなよ。<laughs> さて、ちょっとせっかくだからいいパーティーにしたいんだよね。うん、メイン目標のろうそくを吹き消すってやつ。まず、これを。 鬼瓦が、ウェディング用の、そう、これだ、ウェディングケーキ用の飾りを乗せる。これ必要でしょ。飾りを乗せて、で、ドリンクを作るってやつを3分の2も達成してんね。これは誰がドリンク作ってもいいんだな。なんかそのうちバーテンがいる限り達成するでしょ、多分。で、シムたちに同時にゲームをプレイさせる。あ、あれか、チェスか。あできるかな、これ。 じゃあさ、ウェンディングケーキ用の飾りやってる間にさえー、どうだパンク。主役のパンク。おいあいたいたいた。<laughs> いた<わ笑>床で遊んでんな。なんか誰かとチェスを誘うとかさ、いいんじゃないこれ。で、じゃあ、アレクサンダー、遊んでねえで。ゲームしようぜ。 あ、で、チェスをやったことでゲームをプレイさせるの項目も3分の2になったね。これだけじゃ達成しないのかあ、達成したわ。よし。もう用済みだ、お前は。で、あ、誕生日のシムとゲームをプレイする。これまさに今やってんじゃん。いいんじゃないのあ、ドリンクを作るも達成した。あ順調にいろいろ達成してるよ。これはいいパーティーになってるぜ。で、 ちょっと鬼瓦ギター演奏してもらおうぜ楽器を1時間演奏するとかいうやつもあるからさここよえみんな聴いてる場所でやってやれ鬼瓦かっこいいけどやっぱり聴いてくんないなみんな <laughs> こんなにかっこいいのにななんでかななんでなんだろうな ままあまあ鬼瓦はいいいててくれればいいかなちょっと一旦あれしようぜケーキのろうそく吹き消そうぜえー、っとあれちょっと待てよあれろうそく吹き消すみたいなのできないのかなあしまったな俺は何の疑いもなくウェイティングケーキにしてたなこれ誕生日ケーキじゃなくてちょっと待って中止中止 リバティ、今、リバティ手空いてるでしょ。一旦取り除いて、飾り。で、一旦取り除いて、ろうそくを立てるなこっちだな <laughs>。こっちだよ。ウェディングにしちゃったよ。頼むわ、リバティ。<laughs> よっしゃ、これこれ、こっちこっちこっち。よし、来て。来て、来て、来て<お>。なんか人群がってきたよ。 ちょっとケーキ先に食べるんじゃないよえっ、ー、とパンクを操作してろうそくを吹き消すこれですよあーまた一つ大人になるんだね子供の成長は早いもんですねうん、えー、らしいパンクの年齢が上がりましたおめでとう レン時代恋愛に悩む日々汗にまむれた運動着ホルモンの激変が待っていますホルモンの激変が待っています忍耐が必要こっからがスタートですさあまあどういう人にしようかなちょっとなんか割とまともにね振動として育ててるとこあるからねもうなんか左下不穏だけどねちょっと暗いけどとても陽気 <laughs> ちょっとね怪しいけどね やっぱでも今、芸術家路線としてね、バイオリン、ね、うまくさせてるから、音楽家にするのであれば、創造性なんですかね、これ。創造性で、音楽の天才そんなの選んでいいのそうしましょう、じゃあ。あー、クリエイティブとかいいじゃん。最後の、クリエイティブではない状態がしばらく続くとイライラし始めますっていうのがね。 <laughs> 不穏だけどねクリエイティブではない状態って何よ <laughs> クリエイティブよしこれだな <laughs> いやいやいやそういう成長の仕方しましたかええー。あの髪型からこの髪型になる自動的にい,い, <laughs> いやな,なんかさいやな,なんだろうないやこれは多分なんか遺伝なんだろうなやっぱりさ あのー、ね、リバティと鬼瓦の特徴を引き継ぐわけだから、子供は。鬼瓦のせいなんだろうね。顔でけえの、なんか。なんかな <laughs> パンクだけならあれなんだろうけど、気になんないんだろうけど、他の人と比べて顔でかくない完全に <laughs>。顎の感じとかさ。完全に鬼瓦の血じゃん。 そういうことでなんかもう桜木花道みたいな顔してんもん桜木花道そっくりじゃない <laughs> 男前になっちゃったなんか <laughs> いやこういう感じになったか <laughs> いやでもお誕生日パーティーはねうまいこと言ってよかったね <laughs> お前冷蔵庫から勝手に飯取ってんじゃねえよ書き込んでんじゃねえよ ケーキ食って冷蔵庫の飯よりこっちこっちケーキ食べるってもう今日今あんだからまあ、でもそんなにもう時間がないかなああ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  人刺すのにためらいなさそうだもん。いや、でもなんか結構盛り上がってるし、今回はなかなかいいパーティーになってんじゃないなんかちゃんとみんな盛り上がってるような気がするわ。いや、よかったね。ただちょっとなんかあれだな。あの、パンクあれだな。ちょっと桜木鼻道すぎてちょっと、あれだな。<laughs> ちょっと鏡って。 えっと sim を変更する。